ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞論説委員の山上直子さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー、避難祭りの歴史から えー、受け継がれる文化と風習が見えました。はい、えー、明日だもんね。明日ですよね。いい <laughs>、ね、<laughs> 松本さんもえっと大阪の、はい、えっと着大阪国劇団のね、えー、報告をしてもらいましたけど、まああの私京都の文化担当が長かったので。えー あの散々ですね古いおひなさんとか<ー>ひな祭りの歴史とか、うん、あの取材してきたんです、えー、今まで。であの若干大阪と京都も違うんですけどでもやっぱり東京江戸と,、えー、と上方っていいいうのはだいぶ違いますよね、うん、この間もちょっと話出ましたけれど段、はい、飾りっていうのはどちらかというと武家から来ていて。 でまあ身分制度とかそ,の、うん、なそういうのがこうはっきり分かるような形でしかも豪華なもともと大名の姫様のお姫様の あの嫁入り道具だったりとかしてたものが、あるんですね。うんはい、ところが、髪型は奥げさんたちのお姫さんとか、そういうところから発祥してきてるので。五点に、おひなさんが入ってるんですよね。五点がね、こう、ド<う>ールハウスのように、上から覗けるようになっていてね。そ,うん、そ,ねその周りに、いろんな、あの、お飾りを置いて、はい、で、その。 家それぞれぞにまた違うんですよね、うん、持ってくるものとかが違ってたりあのカスタマイズされたりとかしているのであの割と家によって並んでるものが違ってたりとか、はい、あの人形だからってい一色田にこう飾ってたりとかしてる傾向があって、えー、まあ,あの江戸と上方ではまた違うっていう。であの伝統行事って割と最近消えていくものが多い中で。うん 雛さんはあの延々とこう続いてきて形を変えつつも、はい、あの割それはそのやっぱ女の子が生まれたらとか、まあ、少子化なんで余計そうなのかもしれませんけれども、まあ、やっぱり子どもをあの成長を願うって親の心はねやっぱりそういうところに出てくるのでずっと続いてきてるのかなという気がしますよね。はい であのところ最近ひな祭りも多様化してるらしくてあの大人向けのおひなさんもあの人気だそうですよね小型のね、うん。ですよね。うん、で実はね変わったあの還暦日なっていうのを見たことがあって還暦に、えー、っとプレゼントしてもらったりだからね衣装が赤いんですよ真っ赤。あ還暦のお祝い用お祝い用のおひなさんなんですよ。 であのどこで見たかっていうと京都の実相院っていう岩倉にある門跡寺院なんですけどあのそこの、えー、っとご住職の還、はい、暦の時なんかあのプレゼントされたって聞きましたけども雛、はい、さんがお代理様も両方とも真っ赤な衣装なんですよ。真っ赤な12人へと 真っ赤な衣装を着て、<ー>すごくね綺麗でした。少しがやかですね。うん、京都のねあの人形店が作ってるそうなんですけど、あ,あこういうお祝いの仕方もあるのかと思ったので。 あのお母様とかおばあ様とかがの還暦にプレゼントするのもいいのかなってちょっと思ってて、うんね、ご自分のおひな人形を持ってらっしゃらないお母さん、うんね、おばあ様いらっしゃいますもんね。ねのいいのかなと思ってへえとまあアイデア次第っていうことなのかなで、うん、今風ですよね、えー、多分ね。ねあのじゃあちょっと歴史を振り返るとね、えー、っとそもそもおひなさんってあの今みたいになったのっていうあの、まあ、祝うようになったことでせっく っていう考え方が出てきたの自体、あの定着したのが江戸時代なんですよね。で、あの、それ以前っていうのは、あの上司の節句というふうに言われてて、あの三月の最初の巳年の日、あの。 昔は一、ね、日ごとにこの日はイノシ,シシこの日はミドシはい、はい、この日はイヌドシっていうふうにその順番に決まっていて最初のミドシの時日に多くがさ、まあ、3月3日とかだったんですけどにあのそれ中国から入ってきてであの汚れを払って健康を祈るという風習だったんですけども、はい、で日本にももともとその あの6月なんかによくやるんですけれどえっと名越の払いって言って半年分の汚れを払って、はい、えあと半年無事に過ごせますようにっていうのがあるんですけど3月にもそういうみそぎの復讐があってであの今もね京都の冷泉家とかで残ってるんですけども人人型紙でのの形を切って、うん、木の場合もありますね、はい、そこに冷こ泉家のねふって息を吹きかけて水にたらいに あの水に放つんですね、うん、でその自分の体に溜まった汚れをそれで払ってまた健康に過ごせますようにっていう。 まあ、おまじないみたいな,ものかな、まあ、その人形に身代わりになってもらう。ようなもらうっていうんですね。はい、で、えー、っと、確か、あの、ひなさんのひな祭りに下鴨神社とかでもやってると思うんですけど。まあ、あの、そうやって人形を流すことで、でその人形がおひなさんと融合してなっていたっていう説があるんですね。で、あの、もともと中国から入ったもの、それから日本で昔から行われてた払いの儀式っていうのがあって。はい で平安時代に今度はお人形遊びお姫様たちのお人形遊びがあってお,お人形が作られてと当時のお人形ってとっても簡素な今みたいなゴージャスなものではないですけれども、はい、まあそれに着物を着せたりとかして「芸術物語」とかにもそういうシーンがあるんですね。でそのお雛遊びひな遊びと言いますけれどもそのお雛さんの人形を使った遊ぶものとそれから えと人型を流して女の子まあ子供とかえ大人もですけど健康に乗るというような風習がえ合体してでえと女の子の成長を願って無事な成長を願うっていうのでお人形を飾るようになったそういうのがえ多分お雛さんの,あの原型じゃないかっていうふうに言われてるんですよね。江戸時代になるとその武家の,あの え、しきたりとかがこう制度化されていくんですね。で5セックっていう考え方が出てできてきます。で、えっ、ー、と5月5日のえっ、ー、と男の子のセック。3月3日のえー、女の子の桃のセックが。 形式化されて女の子のえっとお祝いをするようになるんですね。うん、だから江戸時代になってからなんですね。そう考えたら結構新しいですね。で、ただ当時はもうタチビナとかあの割と簡単なおひなさんが多かったんですけど、あの江戸時代になると庶民がだんだん豊かになってくるんですね。はい、だんだん豪華な、えー、豪商とかが出てきて、うん、豪華なおひなさまを作るようになって、またそれが売れるようになるんですね。ただ当時は <laughs> 決まったた形が今みたいにないなのでものすごく5 0ンチぐらいの大きなおひなさんが流行った時期もあればあーーものすごくちっちゃなおひなさんが流行った時期もあって今江戸時代のおひなさんって残ってるのが展示されると実は大きさバラバララですよ、ね、そうですよね結構自由ななんだなって思いますよ、ね、大きさもいろいろだし<ー>お顔もいろいろだし形式もいろいろであの今みたいになってきたのはなんか明治ぐらいになってからのことだそうですね。で昔は 床の間に飾ったんですねお皆様、えー、なのでそのまああのお金持ちのお家ですけれども、はい、そこにあの。 オーダーメイドでそのあえ付けのようにだからサイズもいろいろだったりピタッとはまるようにハマるようにそのお家に、はい、あの揃えるように作ったので実はサイズもバラバラで今みたいにある程度様式化されるっていうのは本当現代になってからなんです、ね、百貨店とかができてから、ね、っいうことなんですかねその武家の大名のお姫様とか公家のお姫様とかがそうやって持ってたのを見て庶民が特に明治以降百貨店がそれを、うん、えっと セット化して売るるようになるんですねでそれがその地方とかにも広まって庶民にも広まって今の五段飾り七段飾りの皆さんになってきたということらしいんです。 であのところが今やっぱりまた住宅事情があってうん <laughs> そうの間のある持うもある大きな、ね、<laughs> 5段七段で、ね、飾れるのが面倒くさいのはあるし、えー、そんなに飾れないよっていうので今またそのお雛様とお代理様のセットが流行ってるっていうことらしいんですね。お雛様にあのじゃあ あのお決まりのものっていろいろあるの知ってますかね。例えばハマグリを食べるっていうところ、はいはいはい、あの知ってるかな。知らない。お吸い物でね。そう。はまぐりあのおひなさんのチラシ寿司とハマグリのお吸い物と、うん、であとひしもちっていうのがこう決まり物のようにあなってるんですけど、はい、京都では和菓子もね七切りっていうあのこうちぎったようなお盆みたいな草餅の上に。うん 小しのあんみたいなのを乗せてこうなんていうかなおひね様をかたどったとも言われてるしでその三角形のひしもちも緑のやつよもぎでしょあれ何でよもぎかっていうのもあってあのよもぎって匂いが強くてその匂いで邪気を払うっていう意味が あるらしいんですね。なので、ね、あの昔からお雛さんのお菓子にはよもぎを使うとかっていうのもあります。色取、はい、りだけじゃないんですね。そうですね。ハマグリはなんてハマグリかって言うとね、ハマグリって絶対その最初の二枚しか合わない<ー>絶対に他のやつは合わないんですよ。合わないんです。本来のペア以合わ,合わない。カチって本来のハマグリのセットでないと合わない。それが夫婦の 和合の象徴で末永く仲良くっていう意味があるので、ハマグリの吸い物を食べるとかっていうふうに。あのう、飛騨さんには決まることがあるんですね。まあ、そういう、あのいろんな風習、成り立ちを考えながら。うん、ぜひ、明日はお祝いをしていただければと思います。アンカーマンのうめでした。